鈴木純は、日本の元フィギュアスケート選手。宮城県仙台市出身。血液型は B 型。北海道大学工学部卒業。同大学大学院工学院修士課程修了。主な戦績に、2017年全日本選手権10位、2011年全日本ジュニア選手権7位、2011年ジュニアグランプリシリーズブラッシュオフバイ11位、2008年全国中学スケート大会3位、2012年全国高等学校スケート競技選手権大会3位、2018年チャレンジカップ4位などがある。1994年宮城県仙台市生まれ。中学3年生の時に札幌市に移住。高校は北海道有数の進学校として知られる北海道札幌南高等学校に入学。2014年北海道大学工学部に入学。2018年北海道大学大学院工学院へ進学。大学院では論文が米国科学界誌に取り上げられ、またフィギュアスケート、日本代表としての活躍が認められ北大エル、無償を受賞している。修了後、ソニーへの就職を機にフィギュアスケート競技から引退した。4歳年上の姉の影響から4歳よりスケートを始める。同郷で同い年の羽生結弦とは幼少期から競い合い、全日本ノービス B でも1年目は木原龍一。2年目は羽生に次ぐ全国2位の成績を2年連続で収めたが、腰椎分離症を発症し、半年スケートを離れ、全日本ノービス A では表彰台から遠ざかった。再び全国大会で表彰台に立ったのは、中学1年の第28回全国中学校スケート大会。羽生結弦、田中刑事、日野達樹、木原龍一など強豪揃いの中、3位と健闘し、将来のトップスケーターを期待された。しかし、中学2年生の1月にホームリンクの勝山、スケートリンクが閉鎖。練習環境を求め、父親の単身赴任先であった札幌に、中学3年生の時に移住したものの、札幌市内の2カ所の通年リンクは、アイスホッケーなどと共同で使用するため練習時間の確保ができず、車で1から2時間かかる市外数カ所のリンクでも練習するなど不規則で厳しい練習環境で選手生活を続けることとなった。高校受験のため中学3年生の後半はスケートを休んだ。高校1年生の時に全日本ジュニアで8位に入り、推薦で全日本選手権に初出場。強化選手にも選ばれ、高校2年生の時にはジュニアグランプリシリーズに出場した。その年の全日本ジュニアで7位に入り、全国高等学校スケート選手権では、田中刑事、日野達樹に次ぐ3位の成績を収めたが、大学受験のため翌年の強化指定を外れ、高校3年生からの2年間競技から離れた。北海道大学工学部に合格後、選手生活は4年間と決め競技に復帰。大学2年生の2015から2016年シーズンに、全日本選手権が地元の札幌開催だったことから、かけるならここしかないと大きな決断をし、当時のコーチである山田真波のつてをたどって、アメリカのミシガン州デトロイトで指導者として活躍している元世界チャンピオンの佐藤友花の下で、プログラム作りを行った。以降大学院1年生まで毎年デトロイトに赴き佐藤友花の下で振り付けを行い、滞在中には、ジェレミー・アボットの指導を受けたり、パトリック・チャンから刺激をもらったりした。トリプルアクセルを習得し、挑んだその年の全日本選手権では、地元開催ということで、大きな歓声を浴びたが、直前の怪我もあり、結果は13位とあと一つで、強化指定を逃した。4年間の競技生活で、強化選手に復帰するためには、最後のチャンスとなる大学3年生の夏にまたも、腰椎分離症を発症。怪我を抱えながらも東日本選手権で2位に入り、全日本選手権での上位進出が期待されたが、全日本選手権では持ち越しのショートプログラムでは8位につけたものの、フリースケーティングでは怪我の影響もあり失速。結果は14位で、終わり強化選手への復帰は叶わなかった。年明けのインカレには、出場を予定していたが状態が悪化したことから、試合前日に出場を断念。以降そのシーズンの残りを休養に当て、休養中のインタビューでは、大学院進学後の現役続行の可能性を初めて示唆した。背水の陣で挑んだ大学4年生のシーズンに、全日本選手権のショートプログラムで12位につけ、迎えたフリースケーティングでは自己ベストとなる会心の演技を披露。初の合計200点超えを果たし最終的に総合10位となり翌シーズンの強化指定の権利を得た。2月には高校2年生以来の国際大会にも派遣され、4位と表彰台まであと一歩に迫り、182P を獲得し、ISU ワールドスタンディングで165位にランクインした。強化指定選手への復帰を果たしたことで、大学院進学後も現役続行を決意し、大学院1年生のシーズンの全日本選手権では、文武両道の選手として観客を引き込む演技で話題を呼んだ。明治法政オンアイス終了後の記念撮影大学院2年生のシーズン前に、今年度限りでの引退を発表。最後のプログラムとなるショートプログラムは別れの曲を選び、振り付けは自身で言った。6位以内で全日本選手権出場が決まる。東日本選手権のショートプログラムで11位と大きく出遅れたが、フリースケーティングでは会場を巻き込む起死回生の演技で9人を残して暫定1位につけ、フリースケーティングは3位、総合6位で全日本選手権出場の最後の1枠を掴んだ。最後の大舞台となる全日本選手権は、ショートプログラムでトリプルアクセルを転倒し、上位24人までのフリースケーティング進出が危ぶまれたが、スピンステップで得点を重ね17位につけた。フリースケーティングでは、日本スケート連盟公認大会では、自身初となるトリプルアクセルトリプルトゥループのコンビネーションジャンプに成功し、演技終盤には自他ともに認める代名詞のロングイーグルを見せ最終順位17位、万感の思いで最後の全日本選手権を終えた。年明けの3月に開催される北海道選手権で引退を予定していたが、新型コロナウイルスの影響により北海道選手権が中止となったため、2月に東伏見で行われた学生主体のエキシビション、明治法政オンアイスが公に見せる最後の姿となった。2020年3月31日自身のツイッターで引退を報告。21年の競技生活にピリオドを打つ文武両道の選手の引退はヤフーニュースにも取り上げられた。特にアクセルジャンプを得意とし、着氷後にスプレッドイーグルを入れた3回転半アクセルは、国際大会でもプラス 2.00 の出来栄え点を得た。2018年全日本選手権では3回転半アクセルで全出場選手の中で4番目の高さを計測されている。2017年の札幌フィギュアスケート選手権大会で3回転半アクセル-3回転トーループに初成功し、2018年の国民体育大会北海道予選会、2019年、全日本選手権でも、加点のつく出来栄えで3回転半アクセル-3回転トーループを成功させている。また3回転サルコーは、短い助走や演技の終盤でも安定して飛べる。この得意な2種類のジャンプを組み合わせて、プログラムの後半に組み込む2回転半アクセル-1回転オイラー-3回転、サルコーの3連続ジャンプは、成功率が高く、重要な得点源となっている。スピンは軸が安定しておりバリエーションも豊富なため、2016年のシーズンからはフリースケーティングにはより基礎点が高くなる2種類の足、替え、コンビネーションスピンを入れている。2017年シーズンは東日本選手権、全日本選手権でショートプログラムフリースケーティングともに、すべてのスピンで最高評価となるレベル4を獲得している。2016から2018年のフリープログラムであるニューシネマパラダイスのコレオグラフィックシークエンスで見せたスプレッドイーグルはエッジの外側で滑るアウトサイドイーグルとエッジの内側で滑るインサイドイーグルの両方を取り入れたロングイーグルで国際大会でも高い評価を得て鈴木の躍進を支えた。その後のプログラムでも要所を占める見せ場の一つとなっている。ありがとうございます。